320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマルヤム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス三世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン、ウイジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進めるのは危険そうだ。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。おお、殿下。前線に兵が十分集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。フリーズ、そんな技を使うなんて。はっこの程度のものは技とは申しません。ただの剣の基本動作です。ただしその基本を鍛えなければ技も威力を失います。基本をお磨きなさいませ、アルスラーン殿下。まったく、バフリーズはいつもそれだ。それでは稽古を再開しますぞ。いくつか目標を定めました。達成してくだされ。まずは戦いの基礎をおさらいしましょう。指示に従って彼らを倒してくだされ。敵の基礎はできておられますな。次はこの老骨がお相手いたしましょう。さて次はどうですかな。私は引かない。なすべきことを果たすまで。私は引かない。なすべきことを果たすまで。さて次はどうですかな。私の攻撃を防いでください。当たってくれ今だ。防御もお見事。
ことですが、私の攻撃を避けてくだされ。さすがは殿下、良い動きでしたぞ。では応用と参りましょう。うまく敵の隙をついて攻撃すれば相手の体勢を崩せます。それでは私を相手に試してくだされ。父上は私には厳しい言葉しかかけてくださらない。母上には昨日も稽古の話をしたが、冷たく打ち切られてしまった。陛下は豪遊の誉れ高きお方ですが、この基本をしっかり学ばれたゆえでございます。しかしそれだけで父上のようになれるとは到底思えぬよ、ファフリーズ。おお、素晴らしいですな。これで最後です。全力で私を倒してくだされ。無茶を言うな、バフリーズ。勝てるわけがないだろう。私に勝たねば稽古は終わりませぬぞ。学んだことを発揮すればよいのです。当たってくれ。私が立派な王となるため励み続ければ、いつかは父上も母上も認めてくださるだろうか。立派な王とは何だろうな。当たってくれ今だ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 。見事です。成長されましたな、殿下。お主が鍛えてくれたおかげだ。ありがとう、バフリーズ。スルーシ、アズラエール。おお、こやつらが帰ってきたということは。殿下、バフリーズ殿もおかわりありませんか。飼い主より先に殿下に帰還の挨拶とは、生意気なやつらめ。遠征ご苦労であった。皆無事だったか。当方の損害は警備にて。ユーフォーマルヤムに侵入したルシタニア軍を我がパルス軍が撃退しました。アンドラゴラス陛下のご帰還です。あ、マルズバーン・カーラン様。あっちはマルズバーン・クバード様だ。シャプール様もいるぞ。父上、ご無事で何よりです。遠一での戦、心配して。負けるはずもない。バフリーズ、留守の間の報告をせよ。